いいっすね。なんか精鋭部隊って感じで。あんたちゃんと来なさいよ。だらしないな。でもみんなちょっとずつ形が違うんだね。各人の体に合うことはもちろん、戦闘スタイルも考慮して作られているはずだ。俺は先行して試験的に運用していたが、完成度が上がっているな。これすごく軽くて丈夫。宇宙服とか軍事用の素材でしょうか。この腕章もただの飾りではないそうだな。もらったマニュアルによると、いろいろな機構が搭載されているみたいです。その人のバイタルをトレースして通信したりとか、あとはテウルギア使用の可否を知らせる機能もある。ごめんなさい、それについての詳しい記述が見当たらなくて。そのカートリッジを召喚機にセットして使うってことぐらいしか。それを探ることも今回の探索の目的としよう。無論あくまで慎重にな。では山岸、伝えていた通りバックアップは任せるぞ。私は前線に立ち、戦闘に参加させてもらう。俺も行くぞ。腕がなまってないかチェックしてやる。私も行きます。ではリーダーを含めこの4名で突入する。俺も行きたいですって。せっかくこんな盛り上がってんのにお留守番とかないっしょ。リーダーのこいつを外すわけにはいかないだろう。順平はここに残り、山岸のフォローを頼む。いや、そう？仕方ねえ、そこまで言われちゃうな。ふか、鉄壁の俺っちが守ってやるぜ。うん。また始まった。ウーカ、危なくなったら見捨てていいし、変なことしようとしたら殴っていいから。うん、わかった。わかっちゃいます。山岸、探索するのに適当そうなフロアを探してもらえるか。はい。違うのはいつものことじゃんよ。そうじゃなくて、乱れてるというか一時的なものだと思いますけど。比較的安定していそうなフロアを探しますね。そんなことまで分かっちゃうんだ。すごいね、風花。イレギュラーな潜入があったり、大型シャドウが派手に暴れたせいかもな。ここでは何が起きるかわからん。ま、望むところだが。よし、では始めよう。あ、リーダーのその新しい剣、ちょっとかっこいいね。戦闘服とセットになってた私の弓もすごく軽くて使いやすそう。全員分の武器まで新調してくれるとは、理事長もやるじゃないか。ろくに説明もしないで、気が利くんだか効かないんだか。課外活動部の刻印も入っている。特別製の品だな。運用はいつも通り、
君に任せる。開始。素晴らしい。楽しみにしております。私からのお願いです。それでは